HEP1078HEP1078A の模型。シュパイアー技術博物館の収蔵品。ハインケル P1078 とは、第三帝国が1944年に支持した、緊急戦闘機計画に基づき、ハインケル社により、ドイツ空軍向けに開発されたタンザの迎撃機である。緊急戦闘機計画の一環として、 1945年初めに一つの計画が空軍総司令部により開始された。これは HE162 フォルクスイエーガーを代替する新世代の戦闘機、迎撃機のためのものだった。この新型機は B-29 のような高高度の脅威を処理するという命題に対し、より優れた性能を発揮する用意とされていた。この計画で、 ハインケル社は異なる設計を3種作り出し、これらは1945年2月に提出された。他に提案された航空機メーカーの高高度戦闘機の設計には、メッサーシミット P1110、フォッケウルフタ183、ブロームウントフォス P212、そして公式に比較審査で勝者となったユンカース EF128 が存在した。 設計対象に厳しい批判を受けた後、1945年2月の終わりに、ハインケル社はこの計画を放棄した。派生型の一つ、HEP1078B の模型。ハインケル P1078 の計画では、完全に異なる三種の派生型があった。これらすべては、短座の戦闘機で、二段上返り角を持つ、後退翼である。 主翼は40度の交代角を持ち、構造には木製の部品が含まれていた。計画されたすべての機体が下方への角度をつけたウィングジップを持ち、また前期がハインケルヘス011ターボジェットで駆動した。ジェットで飛行する迎撃機である。提出された3種の設計のうち、本機は最も伝統的な外観で、また唯一尾翼を持つ機体である。 続く2種の派生型と同様、並走は MK108 機関砲2門だった。短い胴体の非対称な無尾翼機でジェットで駆動する迎撃機である。2つの胴体の中間部にエンジンの空気吸入口が設けられている。コックピットは左側胴部に配置され、一方で右側の胴部には首足が内蔵をされた。無尾翼の迎撃機計画である。 P1078B に類似するものの単一の短い胴部を持つ。HEP1078B 及び P1078C の両方とも、下方に角度をつけたウィングチップを持ち、それは P1078A の角度よりも際立っていた。ありがとうございます。